最近はね、挨拶シンプルにしようと思ってますよ。ということですね、2本目なんで、まあそこそこ酔っ払ってはいるんですけど、まあ酔っ払ってと言ってもね、まだね、レベル1でーす。今回はですね、しこシリーズやっていきたいと思います。最近ね、しこシリーズの始まりがいつも酔っ払ってるんですけども、酔っ払っても作れます、しこは。なぜかというと酔っ払いが作ってるからですね。今回はですね、しこのパスタシリーズ。パスタ大好きですよね。僕も大好きです。しこのアラビアータ。今回はですね、スパゲッティじゃん、ペンネ、トップバリューのペンネ、トップバリューのこのペンネを最高に美味しいペンネにします、私。しかもね、ペンネってね、つまみになるんですよね。ワインが飲める、ワインじゃなくてもうハイボールも飲める。僕が最も美味しいと思ったアラビアータ、これ皆さんに紹介しますので、なるんですよ。まっリュウジのバズレシピ。はい、ということでやっていきたいと思います。まずね、材料紹介でございます。ペンネですね。今回ペンネアラビタタってなります。スパゲッティでもできるんですけども、ペンネの方がそれっぽいのでペンネでやります。アラビアタって言ったら僕的にはペンネなんですよね。これトップバリューのもうすごい安いやつなんで、ベーコン 40g、 玉ねぎが1/4個、 60g ぐらい、ニンニクが2つ、2かけ、あとトマト缶で、これね、1人分だとね、半分しか使わないんで、半缶分ぐらいで、余ったやつは袋に入れて冷凍しておけば大丈夫なんで。で、あとね、アラビアータって怒るほど辛いっていう意味なんですよ。で、これ鷹の爪なんですけども、これね、丸のままの用意してください。ホールです。これスーパーに絶対売ってますんで、こいつですね、2つに切って中身が出るようにして水につけといてあります。で、この水につけておくのが20分。これね、だから最初にやっといてください。3本半分に割って水につけといてください。こうすることによってですね、タッカの爪が柔らかくなってですね、トマトソースとね、ものすごい馴染むんですよ。この水分も使えますんで、これにギュッと詰まるんですね。一番最初に思考ポイント出ちゃったんですけども、思考ポイント、唐辛子を水で戻しておく。これ重要でございます。まあ今回ね、思考といっても、この唐辛子を戻すっていうのがすごく重要なんですけども、まあその他はね、結構オーソドックスな作り方します。まずね、思考のアラビアータを作るっていう風になってですね、1本目で結構飲みすぎてしまって、思考シリーズ作るためにやっぱ体調万全にしとかなきゃいけないんですね。酔った時にやっぱスープ飲みたくなりますよ、皆さんね。ほんと酔いに効くスープをこれから作っていきたいと思います。マグカップに氷を入れておくんですね。そして氷を入れたマグカップに出汁を入れていきます。結構ね、濃い出汁が出てるんで、黄金色になってますね、これね。この出汁に合わせるのは天然水です。ちょっと泡の出る天然水ですね。これでね、皆さん、このスープを飲んでいただければ、もう体調バッチリでございます。ということで、いただきます。はぁ、やっぱり効くね、このスープね。さっきまで酔ってたのが、嘘のように酔ってます。ということで、これから至高の並び方をやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、ニンニク。おけつの部分を切り落としてですね、こう、潰してください。ね、粗みじんにしていきますよ。潰したら皮はスルッと剥けますんで、真ん中の芯はね、芽の部分は取ってくださいね。焦げやすいんでね。今回ね、フライパンでニンニクをいって、トマトソースを作りますんで、この芯は抜いてください。潰したニンニクは、こうやってスライスにしていくと、あら不思議。粗みじんになっちゃいますんでね、これね。こんな感じの、切り方で大丈夫です。そしたら同じく野菜から切っていきましょうか。この玉ねぎです。スライスでも悪くはないんですけども、今回はちょっとよりペンネにまとうようにですね、斜め切りをしていきます。みじん切りを、はい、これぐらいでいいでしょう。で、今日はペンネと一緒に口に運びやすいように、細切りにしていきます。スライスして、まあこう、僕はね、具というよりはね、ソースと一緒に口に運ばれるベーコンが好きなので、こんな感じで棒状に切っていきます。ちょっと細かめですね。20分つけた暴れん坊将軍。この水めちゃめちゃ辛いんで気をつけてくださいね。種ごと入れてます。本当はね、これ種というよりはこの種の周りについてる綿が辛いんですけども、柔らかくなってるんですっごい切りやすいんですよ。はい、こんな感じで。硬いとね、全然切れない、これ。細かくしてください。ちなみにこれを触った手で目をこするとめっちゃめちゃ痛いです。なので皆さんは気をつけてください。種ごと刻んでます。アラビアータ辛いのが特徴ですから、もし辛いのが苦手だなっていう方は種の覗いてくださいね、これね。で、こいつはね、このままこの唐辛子液に戻しちゃいます。で、これ刻むと分かるんですけど、めちゃめちゃね、唐辛子の香りがね、立つんですよ。だしのような香りがするんです、これ。で、このだしのような唐辛子の素晴らしい香り、これを当てにして飲みます。おいしい。じゃあですね、やっていきたいと思います。今回1人分ですので、小サイズのフライパンで大丈夫です。ここにですね、ポップペイポイプ
はい、これぐらいですね。そしてニンニク、はい、ニンニクとね、もうベーコンもね入れちゃう。本当はね、ニンニクからシュワシュワやっていくのがいいこのイタリアなんですけども、今回あー菜箸折れた、菜箸折れたんだけど。でね、火加減はね、ちょっと中火ぐらいで、これね、ベーコンもちょいと油出したいので、ニンニクとベーコン一緒に炒める。ニンニク焦げないようにしてくださいね。ベーコンはね、多少焦げても美味しいんですけども、ニンニク焦げないように中火。ちょっとニンニクが色づいて、ベーコンも端がプツ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 いってくるんですよ。そしたら、この玉ねぎ、あと、さっきみじん切りの唐辛子、唐辛子ね、いるとね、いい香りがしてきますんで、めちゃめちゃ唐辛子のいい香りがしてくるんですよ。これね、水に浸して戻してあるからです。こうやってするとね、めちゃめちゃ香り高いね。ちゃんと唐辛子の香りがするアラビアータ。よくね、アラビアータお店で食べたりすると、唐辛子が全く立ってないアラビアータっていうのもあって、それは僕的にあんまり好きじゃないので、今回はアラビアータ、唐辛子を立たせていきます。今の時点でものすごいいい香りがしてます。玉ねぎは別に飴色にするとかね、カレーじゃないからないんで、透き通ってきたらですね、トメイドで、トメイドを入れていきます。カットトマトでもいいんですけども、今回ホールトマトだったんで、なので、ちょっと崩しながらね、でここにですね、味付け、していきます。コンソメですね、小さじ1。イタリアンをね、結構学んだ方だとコンソメ入れるの邪道って言われるんですけども、邪道でもうまければいいので、はい、本場でイタリアン食ったけど、日本のイタリアンの方がうまかったもん。人それぞれ味覚が違うので、僕が全部正しいわけじゃないです。でも僕の中では日本のイタリアンの方がうまいです。めちゃめちゃいい香りしてるんですよ。これが至高のアラビアータ。ここにですね、さっき戻した唐辛子のスープ入れます。究極にアラビアータって辛くないとアラビアータじゃない。本当のカラビアータを皆さんに食べていただきたい。でこれは少々煮詰めていく。で酸味を飛ばしていく。まあ大体わかりますかね、水分が全部まとってきましたね。まとわってトマトソースになってるんですよ、これって。でそうしたら一旦火から下ろしますね。これからパスタを茹でていきます。ソースはできましたのでね、パスタを茹でるときはいつも言ってるんですけども、塩で、これもう小さじ1入れて、混ぜます。これね、味見してください。茹で汁の味見大切です。で、お味噌汁よりちょっとしょっぱいぐらいな塩分 1% の上で僕は必ず茹でるの で、そしたらですね、このペンネ、もちろん、ね、スパゲティでやっても大丈夫ですよ。スパゲティでやっても大丈夫なんですけども、僕はアラビアートというペンネ、アラビアートなのでペンネを使います。で、沸騰したここにペンネを入れていきます。そして9分茹でます。そろそろ茹で上がります。はい、ここにですねペンネを入れていきます。よく切った、水が切ったペンネで、 100g だと結構な量あります。で今回は、ね、茹で時間の1分前にちょっと揚げました。空いてるうちにね、柔らかくなってくるんで。それでですね、最後にもし足んなかったら塩ちょっと入れていただいて、あとここにオリーブオイル小さじ2杯ぐらい、あえたらこちらで完成になりますんで、こんな感じですね。こちらで至高のペンネアラビアータ完成でございます。ではですね、食べていきたいと思います。いただきます。あ、やべえ、ハイボールから飲むの忘れてた。これめちゃめちゃうまいよこれ。すいません、パスタ料理はね、パスタから食っちゃうんですよね。冷めると美味しくないから。ハイボール合うな、これこれめっちゃうまいですよ。辛さはこれこそアラビアータっていう辛さになってます。結構な辛さです。1、2人前に辛さの元の鷹の爪が3つ入ってますんでね。これね、酒に合う。アラビアータ好きでいろんなところで食べるんですけども、唐辛子がここまで効いたのってあんまりないんですよね。僕にとってはこのソースが一番至高です。ベーコンとコンソメの旨味がすごく生きてですね、辛さの中にも旨味がものすごいある。これはハイボール進むよ。これワインにもかなり合うんですけど、僕的にはビールがハイボールです。なぜかというと、めちゃめちゃ辛さが立ってる。もし辛さが苦手な方は1本にしていただいても2本にしていただいてもいいです。でも僕のおすすめは3本です。アラビアータってこんな辛いんだって、怒ってるかのように顔が真っ赤になるぐらい辛いっていうのがアラビアータなんで、本当のアラビアータ食べたいっていうんであれば、これ作っていただくのが一番いいと思います。おつまみだったら2人で分けた方がいいです。めちゃめちゃうまい。ということで、スタートチャンス。え、2人とも辛いの平気だっけ？あ、気づかせてる。うん、はい、達也。アラビアータです。はい、
うん、あ、結構辛いですね。でも激辛と言われば、あ、まあまあ、そんなでもないでしょ。程よい感じの、うん、俺今日すごい初めて喋った。うん2本目にして初めてこの家で言葉を交わした。いい辛さでうまいでしょ。おつまみ寄りだね。でもね、この辛さはね、うん、2,3 人でシェアしてちょい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 ワインとかシャンパンとかを組み交わすみたいな感じじゃないですか。これまさに何ですか。あ、全部言われました達也さん、ありがとうございました。まさにアラビアータでしたね。めちゃめちゃ辛い唐辛子のうまみの効いた、これ食べてみるとわかります。唐辛子ってこんなに美味しいんだなっていう風に多分皆さん食べていただくと思うと思いますんで、辛さが大丈夫な方はこれやってみてください。で、辛さが苦手な方はあの種の部分全部取っちゃってください。そうするとね、唐辛子の旨味だけ残りますんで、ぜひ皆さんこちらの至高のアラビアータやってみてください。めちゃめちゃ美味しいです。玉ねぎが4分の1個 60g ぐらいですね。あと玉ねぎはい、玉ねぎがん、あ、ニンニクね、ニンニクが2つ、